ははいこんにちはレトスノーノです8月17日の3本に入っていきます。A が所有する高建物に塀を設置するために B に塀の設置を請け負わせた。その後 A は高建物を C に鎮釈し C が占有している時に工事の貸しで塀が崩れ第三者 D に怪我をさせてしまった。B は 歌詞を作り出したことに故意または過失がなければ、D に対する損害賠償責任を免れることができる。丸かツかという問題です。考えたい方は動画を一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。え答えはえ、丸ですねえ。問題文の状況からいくと、A が所有する高建物があって、えー、これに塀を設置するため、 請、えー、負い業者 B さんに、えー、任せたんですねなんで B さんは請負い業者ですそして A さんがこの建物を C に貸したわけですねつまり C が占有者という状況です A さんが所有者でこれを C さんに貸したから C が賃借人ですね占有者ですでこれ塀があるんですけどもこの塀っていうのは A さんは B さんに請負負負任して B さんが作った塀だということですよね そして工事の歌詞で塀が崩れて第三者 D に怪我をさせてしまったとえ工事に過失があったんですけどもこれっていうのはえ故意でもなければまた過失でもないってことなんですねつまりこの工事業者 B さんっていうのは故意も過失もないそういった状況だということですその状況で B さんは D に対する損害賠償責任を免れることができるかと聞かれてるんですけどもこれはできるんですね そもそも不法行為っていうのは故意または過失があることを前提に損害賠償責任を負うって話なんですよつまり故意、過失どちらもないというのであれば損害賠償責任を負うことはありませんので今回の問題は丸になるということですで2番ですね罰則です宅建業法の罰則です宅建業者は販売する宅地または建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合 監督処分の対象となるほか、6ヶ月以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられることがある。〇かバツかという問題です。で、答えは丸ですね。著しく事実に相違する表示、これは古大広告に当たるんですね。で、古大広告をやってしまうと、監督処分の対象となるほか、6ヶ月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、または陛下。陛下というのはこれどっちもといことですね。 に処せられることがあります。なので、今回の問題は丸になるということです。で、この罰則についてなんですけども、これ覚えるの正直大変なんですよね。で、個別指導では、これについてどのように対応するかもえお伝えしております。これも受講者専用のメールマガの方に記載しておきますので、ご確認いただければと思います。では、問い算農地法です。山林を開墾し、現に水田として耕作している土地であっても、 土地等規模上の地目が三輪である場合は、え法の、えー、適用を受ける農地には当たらない、丸かツかという問題ですね。この法って農地法ですね。農地法の適用を受ける農地には当たらない、丸かツかという問題です。で、答えはツですね。農地法の適用を受ける農地に当たります。 農地法における農地っていうのは、樹木には関係ないんですね。現況で判断します。現況って現在の状況ってことですね。現在の状況。現在の状況は水田ですよね。え、田んぼです。なので、これは農地に当たります。よって誤りになります。 で毎回お伝えしてるんですけども、この動画だけでは理解学習できませんので、理解学習をするっていうのであれば、まあ、弁護士さんのサイトとか法律事務所のサイトだったりとか、あと民法の解説書とか、そういったもので調べながら、えぜひ勉強を進めていきましょう。卓研の教材では理解学習まではできませんので、その点は注意していただければと思います。で、自分自身で、えー、理解学習するの難しい、調べる時間もない、調べ方がわからない、どこを理解したらいいかわからないという方は、ぜひ弊社の予想模試をご活用ください。 そして今販売している予想模試は実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています理解学習ができていない方予備校や通信講座市販の過去問やテキストを丸暗記していて理解できているか不安だという方点数がまだ上がってこない方こういった方はぜひ弊社の予想模試で理解学習を体験してみてくださいこうやって理解するのかこういうことだったのか新たな発見や理解 さらには頭の整理まで行います試験まであまり時間ありませんので今から真の実力をつけていきましょうレトスの予想模試についてはこの動画の下の概要欄から内容をご覧ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスのものでした今年絶対合格しましょう